Hey! Everybody, what's up? エピソード3なんだけど、エピソード2で、なんかビートにね、ノイズが乗っちゃってたからね、もう一回撮り直してよろしいでしょうか？いきますね。どうだろう？同じように取れたかな？ Alright, alright, 行くぜ。 Brother, Hot, The Humanoid, Stevie 機能的なチャンネルまでコメに返答、トーク力なくと思うコメに返答、Yo! Alright! ノイズ怖かったね、ちょっと。なんかちょっと心霊現象かと思ったぜ。今まあまあな時間でやめてくれって感じ、本当に。トーカさんからの流れじゃないけどさ、ほんとに。OK, OK! 元気出して、声出して、行こうぜ。ええよ。お化けも、コンビニで、声出してちょうだい。Let me hear you say hell yeah!Let me hear you say hell yeah!I want more time to say fuck you!OK! はい。さっきマイクがコトンって落ちたんだけど、まあいいやもうね、もう一人でやってますからね、本当にやめてください、本当そういうのね。本当にうちのね、あのうちのお豆は、あのそういう何、あのお化けとかなんかモンスターとかそういうのがね、あの好きでね、あの女の子なんだけど、女の子ってさ、もう4歳だから、だいたいなんかこう、お目目キラキラみたいなのばっか描くと思いきや、全然違うんだよね。あの、お絵描きでさ、なんか、ティム・バートンをもうちょっと怖くしたみたいなのを描くんだよね。そう。まあね、何なんだろうね。まあ、そういう趣味ってあるからね。はいはい、まあいいや、とりあえず行きますか。エピソード3だね。うん、で、ね、次、OK、内蔵さんの次、はい、次いきます。あ、これもまた名前を言ってくれてないからわかんない。 MHって書いてありますね。ブラハイさん、こんにちは。中学生の頃から SO クルーのアラサーです。質問です。ドリドラのフライドポテトのことです。アメリカ英語やスラングを使いこなすディギーさんが和製英語であるフライドポテトと歌ってるのが当時から不思議でたまらないのです。そこはフレンチフライと言いそうなのですが、あえてのフライドポテトなんでしょうか。いやいや、これはフレンチフライって言わない。あのね、あの、あの、ライムの調子もあるし、だけど、フレンチフライじゃないんじゃない、あそこは。うん、フライドポテト、韻が全然違うからね。まあいいや、あとはあの何だろう、言霊っていうか、あの言葉の何だろう、印象が強すぎても良くないし、あの弱すぎたらもう絶対ダメだしっていうのもあるんだよね、あの歌詞って。うん、そうだからフレンチフライって、うん、なかなかフライドポテトよりも強いかもしんないよね。あのなんか主役になっちゃうかもしんないよね、これが。フレンチフライで、あのある程度一曲回そうかなみたいになっちゃうかも、俺だったらね。うん、とかなんかいろいろね、あのそういうあの都合不都合があるんだよね。うん、そう、まさに
そう、今あのうちもあのね、あのレーベルやってて、自分じゃない人が作詞をしたりとか作曲したりするのを扱ってるけど、そう、あのそういうこういうことをね、自分ではね、あの自分はすごくあのなんだろう、ある程度のキャリアがあるから、キャリアというか年数を重ねてるから当たり前に分かってることなんだけど、結構それこういう説明がね、あの分かんなかったりする時がある。のそうだからね、そうだから、この問題に関してはそうだね、印象の問題なのかもね、陰もあるけど印象なのかもしれないね。そういう感じでございますね。すいません。いろいろね、あるんですよ。いろいろね、いただいております。はい、次、質問の項です。わかった。ブーキンの PV がないのはなぜですか？あったとしたらジョジョの映像が使われるのでしょうか？これブーキンね。ブーキンって知ってる？みんな。ブードゥーキングダムと思うんだよね、俺は。この、コウさんのこの、もう毎回言っちゃうけど、本当この、ね、略し方がもう何なんだろうね。多分ね、雑じゃないんだよね。丁寧に考えてくれてんだよね。それがまあ伝わってありがたいんだけど。まあいいや。あのね、これは、いろんな事情がありつつで、つか、ジョジョの映像が使われたらもう、すごい予算になっちゃうから。全然ですよ、そんな。使いません。つか、荒木さん元気そうなのかな？わかんないけど。最近会ってないけど、元気でしょうか。荒木さんにねもらった名刺はね大切に取っといてあるよ。世界の大物ですからね。大物というか、世界の荒木さんだからね、まあ、普通に俺もファンだしさ。そう、そうなの。名刺があってさ、そうもらってすげえ嬉しかったの。普通の、超普通の名刺なの、それが。なんか、あんじゃん、毒々しいっていう、言ったら失礼だけど、なんかすげえ豪華な、超ゴージャスな感じではないんだけど、全然普通の、超普通の名刺でさ、そう。なんかスーパーのポップみたいな名刺でさ、言っちゃ悪いけど、なんか、それがなんか、荒木さんらしいな、みたいな。そう。なんか、さりげない、何気ない感じで。それは、未だに、うちの、あれですよ。食卓のテーブルのこの引き出しに入ってるっていう。そっと入ってる。はい。まあ、どうでもいいです。はい。次。YT さん。新鮮なアングルのライブ映像ありがとうございます。受付するや否や、思いがけず、浮さんをお見かけしたら、お、しばらく、石化してしまいました。半石化の状態でたどり着いた先にいらっしゃった、小安先生に5秒で言いたいこと言って、お礼も言わずに逃げ去ってしまった気がして、時を戻したいです。あと、EPO のステージ衣装が可愛いなと思っていますが、メンバー限定デザインでしょうか。布の服でライブに行くのはなんとなく心もとなく、物販も当面の間は通販のみですかね。なんか面白い、これ。いろんなトピックがありますね。浮き君を見て石化したんだ。多分ね、浮き君も石化してたと思うよ。そういうタイプですね。
彼はすげえ、あの、なんだろう、あの、結構見た目っていうか、タッパもあるし、結構、なんだろうね、あの、いかつい感じというか、すげえ、カルチャーな男に見えるんだけど、すげえ話すと、腰低くて、いいやつですよ。そして、やっぱりそういう、ね、彼が、目指すところのカルチャーについてはすごく詳しいし、すごく アーティスティックですね。はい。で、そして、半石化の状態でたどり着いた先に、小安がいて、5秒で言いたいことを言ってっていうこと、小安に5秒で言いたいことを言えたっていうのがすごい。なるほど。あとね、EPO のステージ衣装。これはね、今年、近日発売予定かも。これね、ジャムさんデザインなんだよ。つうか、大体、ジャムさんデザインなんだけど、そう、アイコンが、クマちゃんでさ、ビリビリクマちゃん、ビリビリだっけな、こう、クマちゃんにこう、ビリビリっていう、こう、ちょっとロックっぽい感じの、そういう、ムーブがあるデザインなんだけど、これはね、今後、販売していく予定なので、うん、ちょっとね、あれだね、今冬だから夏を考えなきゃいけないんだけど、俺のおすすめで、ちょっとサンプルを俺ずっと着てるんだけど、今年、ダウンジャケットをさ、着てるの。クマちゃんがここに、ビリビリクマちゃんがいるダウンジャケットがあって、これすっげえ評判いいし、着心地も良くて、で、そして保温性も抜群っていうさ、そう、それをね、ちょっと冬に発売したいなみたいな。まあいいです。アパレル系は進めていくんで、お待ちくださいということで。はい、ありがとうございます。YT さん。やばい。OK。こんな感じですね。じゃあ次、エピソード4。いきません。